ロングチャンネル。はい、ロングチャンネルです。よろしくお願いします。今回もカップラーメンのかさ増しシリーズといいますか、カップラーメンアレンジシリーズということで、今日はお届けしていきたいと思います。はい、今日のカップラーメンはこちら。日清どん兵衛鴨だし。はい、ということで今日はこちらの日清さんのどん兵衛の鴨だしのお蕎麦を、はい、今日はこちらをですね、油そばにして食べてみようということでやってみたいと思います。湯切りをしてですね、ただ混ぜるだけという簡単なんですが、そちらの方で今日はこちら食べていきたいと思います。それでは調理開始。ノップチャンネル。はい、それではですね、茹で上がって湯切りもしてきましたので、こちらに、液体のつゆですね、混ぜていきたいと思います。油そばなんでね、普通ごま油かなんかでこうやるんですが、これ鴨の、香りがするつゆなので、今日はこれだけで、やっていきたいと思いますとね、喋りながらもう液体スープですね、入れていきます。はい、よく混ざったんじゃないかと思います。はい、こちらの方ですね、混ぜ上がりました。ちょうどね、鴨の油でテカリが出てですね、非常に美味しそうになっております。そして上がり湯気からはですね、鴨の油のいい匂いがしております。はい、ということで、こちらですね、食べていきたいんですが、これだけだとね、ちょっと寂しいので、ここに薬味をですね、入れていきたいと思います。やっぱりね、お蕎麦といえばこう七味とかね、からし、からしっていうのはね、和がらし使って食べるとこなんかもあるようなんですけども、今日は一つ薬味の方を用意しました。今日用意した薬味はこちら、ペヤング焼きそば地獄から。はい、ということでこちらもですね、同時に湯切りをして作っておきました。上がってくる湯気がですね、すでに目が痛いという状態になっております。非常に匂いだけでもう辛そうなんですが、こちらをですね、ご用意いたしました。今日は、裏テーマがですね、こちらの、ごく激辛のペヤングの焼きそばを食べるというのもありましたので、こちらをですね、今日はですね、混ぜて食べてみたいというふうに思います。こちらですね、ごく激辛の方ですね、パッケージの方はですね、泣けるほど辛いので、小さいお子様とか、辛いの苦手な方はね、十分注意してくださいというね、注意書きがあるんですが、それほど多分辛いんだと思われます。とりあえずですね、せっかく、単独で作ったので、それぞれね、ちょっと味見をしてからミックスしていきたいと思います。ノップチャンネル。それではですね、まずこちらですね、せっかく作った鴨油のそばですね、まずは単独でね、いただきたいと思います。まあ、これはむちゃくちゃマイルドで美味しいですね。これはこれだけで食べても美味しいです。まあ、ここにですね、温玉かなんか混ぜたらもっと美味しくなりそうな、そんなお味がしました。はい、じゃあ続いてはですね、こちらですね、単独でもう近づけるだけでもう目がちょっと痛いんですが、こちらもですね、食べていきたいと思います。色の方は、湯気が上がると目が痛い。色の方はね、普通のペヤングよりちょっと赤みがかってるかなというようなね、感じの色になっております。それでは、このね、よく混ざったところをですね、ちょっといただきたいと思います。まあ、辛いというか痛いです。うわー、痛い。はい、今一口ね、食べてみたんですが、これちょっと辛いですね。そして一口でこれなので、
これ完食できるのかなというのはちょっと心配ですね。ただですね、これからこれ混ぜていきますので、辛さの方は若干中和されるんじゃないかなと思います。なんかせっかくねこっち鴨だし美味しいんでね、混ぜるのもったいないんですが、まあ今日はねこういう企画なので思い切ってね混ぜ混ぜしていきたいと思います。器的にねこっちの方に入りそうなんでこっちにね入れていきたいと思います。あーなんかあーもったいないけどいきます。よいしょ。はい、ということで、うまくね全体的にまんべんなく混ぜるの難しいんですが、おおよそ混ざった感じになっております。ですね、香りの方はですね比較的鴨のですね香りが立っております。そこにですねこのからしの匂いがミックスされるんですが、それが意外といい香りがします。はい、ということでこちらですね、てんこ盛りの、日清とペヤングのコラボ飯食べていきたいと思います。いただきます。完食です。ごちそうさまでした。むちゃくちゃ汗だくになっております。ノップチャンネル。はい、ということで、こちらですね2つ、混ぜて食べてみました。こちらですね、ごく激辛の方ですね、こちらですね想像以上に辛かったです。結構私辛いのも好きなんですが、これはですね後を引くしびれる辛さですね。喋ってる今もですね舌がすごくしびれております。でこれ単体で食べるとなるとかなり覚悟はいると思いました。辛いのがね本当に好きな方だったらもしかしたらいけるかもしれないんですが、それで鴨だしの方ですね、こちらと混ぜることでちょうどねいいお味になったような気がします。最初ねこれだけでね食べた時にすすってしまったんですが、そのすすったのでむせる辛さだったんですけども、混ぜてしまうとねすすっても、平気になりました。まあこれもしかしたら何か他にですねかさ増しのものがまだあるかもしれないので、これからねもうちょっとこちら研究の方ですねしていきたいなと思いました。って言ってる間にですねもう汗が止まらないんですね。これねものすごい辛さでした。はい、今回は、日清のどん兵衛の鴨だしを油そばにして食べてみるというのと、ペヤングのですねごく激辛これを食べてみようというものの2つをミックスしてですね今日はお届けしました。こちらはですねやっぱり単体で食べるのが美味しいなというのが最終的な結論です。今回は以上になります。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。